こんにちは。考えてきてくれた？さあ、返事を聞かせてもらおうかしら。いろいろ考えたんだ。とりあえず手伝いをします。本当？嘘だったら乗ろうからね。嘘なんてつきません。ありがとう、承知してくれて嬉しいわ。でも一つだけ条件があります。あら、何かしら。私、表立ってこういうことするの苦手なんです。だから昨日みたいに影からこっそりと。ああ、そういうこと。まあ確かに堂々とやることじゃないかもだし。それで十分よ。そっと背中を押してあげるだけでいいの。お手伝いなんですもの。あとは細かいことだけど、私家の手伝いがあるから毎日は無理です。特に水曜日は絶対ダメ。わかったわ。できる時に手伝ってくれるだけでいいの。そういうことならお手伝いします。ありがとう、嬉しいわ。やったー、サチさん。この学校にはね、いつの時代にも昨日のあの女の子みたいに胸に思いを秘めていた子がいっぱいいたの。あとほんの少しの勇気が出せなくて、ちょっとしたきっかけが足りなくて、その思いを抱えたまま卒業していた子がいっぱいいたのよ。ほんの少しのお手伝いでその子の気持ちが相手に伝わったのなら、結果はどうあれきっとそれはその子にとって忘れられないものになるわ。私とめぐみはね、ずっとそんな子たちのお手伝いがしたかったの。ねえゆなさん、私はね、その子たちの思いを無駄にしない、この学校がそんな風になってほしかったのよ。同士のカップルを増やしましょうね。頑張ろうね、ユナ。さあ、どの子の思いから解決しようかしら。まずは昨日のあの子ですよね。ねえ、でもとりあえずは様子見よね。相手の子が手紙を見てどう思うか見極めないと。サチさんが見つけた子だもの、きっとうまくいきますよ。そうなるといいわね。この間サチさんが見つけたあの子たち。ああ、あの3人組ね。から頑張っていきましょうね。この学園を恋する乙女たちの理想郷、ユリトピアにするために。サチさん素敵です。さあ、今まで以上に頑張りましょうね。
めぐみ、ユリトピアのために。はい、サチさん、ユリトピアのために。ユナさんもよろしくね。はーい、ちょっと早めしたかもしれない。ユリトピア、
ダメよ、はたいたりしたら。叩いたらまた埃が舞って服にも髪にもついてしまうわ。あ、はい。ちょっと動かないでね。今取ってあげるから。それにね、こういうホコリは手で勢いよく払うと汚れが服に残っちゃったりもするのよ。あ、はい。このブラウスできたらクリーニングに出しておいてね。はい。汚したりすること多いから、ホコリくらい気にしないで。でもほら、動いちゃダメよ。なんかドキドキして止まんない。これでおしまい。ありがとうございます。どういたしまして。明日でもいいから、担任の先生にはこの部屋のどこに荷物を置いたのか伝えておいてね。はい。
菓子を広げてほしい。
音が。私、変なこと言ってるって分かってます。私、女の子で、先輩も女の人だって分かってます。でも、先輩のこと、好きなんです。本当に、変だって分かってるけど、変なことだと思うかもしれませんけど、好き、なんです。先輩に助けてもらって嬉しかったんです。汚れた制服きれいにしてもらって嬉しかったんです。それで素敵な先輩だなって思って、それからずっと先輩のことが気になって気になって。それでこんなのって変ですか？女の子同士なのにこんなのってありなんでしょうか？どうかって、ありかどうかってのはよくわからなくて。でも手紙に書いてあったマキさんのお礼の言葉は、私とても嬉しかったの。ちょっと案内してあげただけなのに、あんなに感謝してくれたの、嬉しかったのよ。だからこんな人と友達になれたら嬉しいなって、そう思ったの。先輩…だからね、まずは、友達から、ね。先輩…ごめんなさい、マキさんの好きが私にはまだよくわからないから、友達としてまず好きになってみようと思うの。それじゃあダメかしら？いえ、あ、私も先輩と友達になりたいです。よかった、まずは友達から始めましょう。そこからならマキさんのこときっと好きになれるし、惹かれたいって思うわ。それから先はゆっくりと考えていきましょう。私もよくわからないから。はい、先輩、これからよろしくお願いします。ね、こちらこそよろしくね、マキさん。はい。どうしたの、マキちゃん。あ、いえ、なんでもないです。今日はありがとうございました。こちらこそ。ごめんね、せっかく友達になれたのに。私ちょっと今から委員会の仕事があって。あ、いいんです。それよりも私もお手伝いしていいですか？え？お手伝いしたいんです、先輩の。一生懸命やりますから。